あ、これはタイミングどうか、全場で回復した。さあ、川島すがやはり世界大会優勝経験のある2チーム、ジェンちゃん、ポイントそれ送られますよ。転倒となりました。ともにハイグラウンド関係ないです。ここはやめてください。は連覇を狙います。しかもちゃんと靴脱いでて偉かった。今見てやった。いやマジでさすがに ESM、まあ、電車の中で FC デストロイダークゼロというここまでの3試合です。ナスキ本当に強いぜお前ら。いやびっくりしちゃったよみたいな、そんな感じだよ。ナスキなんで映ってんだよナスキ。そうですね、何やってんの、はい、今話してますね。アイジェルのゼロと話します。立ち上がったのがジェンバーテン、マッチポイントの点と、メスじゃありません。まあでもね、チャンピオン取らなかったら全然普通に、まあ意外にこっからね、こっから長いのありますからね、いつも展開なんで。元はさ、だって一番取ってナスキーって呼ぶよ、読み方ね、4回ですから。そうですね、しっかり理解したから。グネスクじゃないのよ、ね、ナスキーだから。もう今はっきりさ、はい、理解したからちょっといっぱい喋りたくなるわけよ。あとダークゼロ優勝、ブル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 、 I really appreciate it. Where I can bow to you to express my appreciation. Thank you.